だボールとのそう距離距離距離ボールとの距離そう斜めラインを外して、おその中あのお集まりいただきどうもありがとうございます。チームL練習会始めていきたいと思います。あの今日晴れてます。じゃあ少し前に出てボレーボレーします。そうボレーボレーの時も必ずスプリットステップ入れてみてください。ごめんなさい、アイさんナイスキャッチ、ナイスキャッチ、ありがとうございます。ラスト行きましょう。ラスト。オッケーです。じゃあ下がってロングラリーしていきます。下がってロングラリーは3列で行きますね。3列で行きましょう。ナイスボール。ナイス。そう。少し高さを使って大きくやっていきましょう。オッケー。はい、行きます。お願いします。ガスリーがね、なのでちょっとお水とかを各自こう持ってそう移動していきましょうね。そしたら、私ここのフォアサイド固定で入って、1,2,3,4,5,6,7 で、まあ、最初はクロスラリーやっていきたいと思います。はい、もう一球、ありがとうございます。はい、あ、大きい、ごめんなさい。オッケー、オッケー、前へ前へ前へ、そうそうそう、でしょう、そう前後の動きをしっかり、そうです、そう、惜しい、はい、オッケー、ナイスキャー、この間やったちょっと高い打点で相手の時間を奪ってみてください。タンタン、オッケー、ナイショ、ナイスボール、オッケー、こういうのタンタンいけるかな、タンタン、そうナイショ、佐藤さん惜しい、でも今のタンタンすごい良かったですね。オッケー、前、そうそうそう、オッケー、惜しい、今のとかも少しこう状態が立ってるので、今みたいにそうそうグーッと低く入って、そうで下半身から蹴っていきましょう。そうオッケー、じゃあ一回ラスト、ラストラストでいきます、ラスト、いい、オッケー、オッケー、タンタン、そう、はい、前取れますよ、そうです、グッド、オッケー、そうグッド、オッケー、前入ってタンタンできる、オッケー、はい、タンタン、そうそうそう、うまい、グッド、そうです、素晴らしい、オッケー、
そうそう、より試合の、ね、に近い形でやっぱりラリーもやってた方がいいので、でそれも佐藤さん の, そのベースのボールが の, あの精度がすごい上がってきてるからこそ多分できることだと思うので、あのちょっとやってみてください。はい、ラリーの中で、ね、トライします。こっち側、手前のコート側はダブルスのちょっと陣形からのラリーからのポイントをポイントというか、まあ、一面を使ってやっていくっていう感じでやっていきます。で、私がここの、フォアサイドの、後衛に入るので、またさっきと同じ 1,2,3,4,5,6,7 で入っていただいて、2番の方が前衛に入ります、はい、で、向こうのコートはボレストをやります。で、こっちの方はだいたい3分、また3分ぐらい、2、3分でちょっと回すんですけど、放置できるだけ出るようにしましょう。はい、こっちのダブルスの形式のところはポーチを できるだけで、ストロークの方もポーチの人がこう出すぎてるなと思ったら全然ストレートとか抜いちゃっていい。で、前に詰めすぎてるなとか思ったらロブでも全然 OK なので、ちょっと試合を想定したラリーをやっていきたいと思います。はい、その中で私がいろいろこうチャチャ入れたりするので、はい、そうじゃないよ、そうじゃないよみたいな言ったりとか、もっとこうした方がいいですよっていうアドバイスはさせてください。はい、なので、でもどんどん練習なので積極的にコーチとかはもうこうあーとかってミスを怖がらずにどんどん出てってください。はい、どんどんトライしていきましょう。はい、じゃあさっきの順番で 1,2,3,4,5,6,7 で入ってください。お願いします。前にも全然出てやってくださいね。はい、 OK。 はい、ナイスショー、ナイスショー、ナイスケア、構えて。はい、ケアケア。はい、お願いします。D さん、欲しい、ジャストジャスト。オッケー。わ、ナイスショー。そう、今みたいにストレートいけるときはどんどんいっちゃって。もう一球。ヘイ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 、オッケー、カバーチェンジ、入ってる入ってる、ヘイ、いいっすね、ヘイ、あ、うまい、ナイスライナイスライ。今みたいにどんどん動いてくださいね、全然でも抜かれてもいいです。そう、相手にプレッシャーかけて、はい、 OK。 こっちは、ポッ、 OK、 構えて、センター、 OK、 センター、 OK、 ナイス、あ、カバーカバー、 OK、 うわ、もう少しこう低めに入らないと、今のはそうです、そうです、あ、私入って、ダブルスポーツ、はい、はい、ポッ、もうドダブですね。はい、じゃあやっていきましょう。ここペア、ここペア、ナイスだ、お願いします、お願いします、うまいぞー、ナイスショー、ありがとうございます。ナイスだ、おー、サブ、素晴らしい、ナイスだ、やばい、いた、ナイスキャッチ、おー、いた、ナイスキャッチ、ありがとうございます、ナイスキャッチ、
ジャスト惜しい、ちょっとこっちが、はい、します。お、ナイスサーブ、ナイスリー、はい、センターお願いします。リーさん、じゃあすいません、本当にごめんなさい。うわ、入ってる、ナイス、返す返す返す、はいはい、ナイスケア、アウト。わー、惜しい、ジャストワンボール、イーサン、ちょっとだけ、ちょっとだけ。ハトさん、よく返しますね、でもね。あの速いサーブを、うん、2-2、よっしゃ、ありがとうございました。なんかちょっと梅雨時でちょっと雨かななんて思いながらも、天気予報で晴れてくれてすごい良かったです。皆様の晴れパワーがね通じました。どうもありがとうございます。で、今日は2面使ってやったんですけど、ちょっと結構休憩なくパン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 やって疲れてしまったかなと思うんですけど、でもたくさん打つことでね、自分のフォームだったりとかを確認する機会がどんどん増えると思うので、とにかく意識しているポイントをこう続けていくっていうのがすごい大事で、意識をすることでこう体に入ってくるの で人間意識をしなくなるとまた元の自分の癖にこう戻ってしまうので、自分が今これやってるって課題は必ず意識をして取り組むようにしてください。抜けちゃうとね、昔の癖に戻っちゃう、はい、で、あとポーチに関しては、皆さんそうなんですけど、ラケットがこういう風に横に出ないようにしてください。必ず自分の顔の前にラケットを出しながら取りに行くようにしてください。こう横に追っかけておっとっとっとっていくとガシャンとかってなっておかしいところに行ってしまって、ポーチはとにかくラケットを前に出して取りに行くっていう、あとは迷わないようにしてください。必ずスプリットステップ入れたらもう行くって決めて、決めたらもう思い切って行っちゃう。中途半端にされたほら後ろも、あ、どっちどっちってなっちゃうので、行ったらすぐ後ろもカバーできるので、とにかく思い切ってポーチは行くようにしてみてください。あとポジションね、あんまりこうサイドに寄りすぎない、センターがラーキーになっちゃう。で、そこからポーチに行こうとすると距離が出るので、どうしてもこう、あーって打てなかったっていうことになるので、ポジショニングもサイドによるんではなくて、このシングルスラインと、サービスのセンターラインの間ぐらいのポジションで常にいるようにして、ね、センター抜かれるのを、ストレート抜かれるのを警戒しすぎて、こっちに寄りすぎるとセンターが行ってしまうので、ポーチも出にくい。なので、そこのポジションでストレートの意識もしつつ、でもポーチに行くのをちょっと優先させるように、もうストレート抜かれたら抜かれたらしょうがないっていう風にもう切り替えればいいので、とにかくポーチに行くっていうのをちょっと8割ぐらい頭の中に入れといてもらえるとダブルスはいいかなというふうに思います。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。